ストライクドッキング、こんにちは、ヤマモです。カルサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回は早々のフリーレンコラボのシュタルク使っていきたいと思います。はい、シュタルクの性能なんですけど、こんな感じになっております。はい、まあ、ざっくりも言っちゃうと、あの試練の蜂の特攻キャラっすね。うんうん、なんかプレデビューとかとか、なんかそこら辺、表28もギミック的にはいけるんですけど、こいつの一番特徴的な SS がなんかいい感じに刺さらない。うん。なので、まあ、試練8の特攻キャラかなっていう感じ。貫通枠でね。うん。はい。で、まあ、あそこ、エクスカリバーがめちゃくちゃ強いんで、あいつに雑魚処理とかいろいろ任せて、まあ、こいつでワンパン狙っていくっていうのがこいつのベストな立ち回りかな。なるほどね。そういう役割として出てきた感がある。うん、そういう感じ。かなり狭いですよね。マゾキラー M とかもベリアルのためみたいな。そうだよね。キラー対処が少ないもんね。ね。だから今後もちょっと、魔族ボスじゃないと厳しいワンパン狙えるのみたいな。うん、うん。うん、感じなので、うん。まあ、鬼滅コラボかな。鬼は魔族なんで。確かに。うん、それがトグロ出てきてくれたり。魔族なんで。まあだからだいぶ狭いんですよね。うん、まあ、これから魔族が出てくる保証がかなりないので。うん、うん。うん。ちょっとそこら未知数すぎて何とも言えないかなっていう感じ。ただね、試練8ちょっとね、難しいなーみたいな思ってる人は、なんかラスゲとかの雑魚処理とかちょっと下っちゃうみたいな人は、まあ、あんまいないと思うんですけど、X とか持ってたら。うん。まあかなり便利なキャラにはなってると思うんで、まあ早速試練8で使っていきましょう。っていうことで、試練8やっていきたいかと思います。今回もマルチでやります。はい、お願いします。だってどうなんでしょう。いや、もうでもね、 X が強いからね。なんか別にどうとでもなりそうだよね。まず、うん、どうとでもなる、まあ、なんかワンパン気持ちいいから連れていくみたいな感じだよ。うん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 、まあ、結局なんかラスゲとかザコ処理若干めんどくさいっちゃめんどくさいじゃん、硬いから。そうだね、まあ、こいつがいればみたいな。今単純にクリアスピードが速くなるよ、多分入れたら。そうだね、なんか1段階目でもなんかボス1ワンパンするときがあるみたいな。うん、なんか結構倍率が変わるみたいな話なんで。ね、らしいね。なんかランダム要素最近強いよな、コラボキャラ。そうだ、実際あるのかもしれないけどね。どうなんだ、わかんないから、とりあえずランダムだよねって感じ。そうそうそう、今って。まあ、本当にランダムなのかもしれないし、ちょっとわからんっていう。ランダムやめてほしいわ。わかる、ランダムあんま好きじゃないんでね、我々。うん、 X 強い。 X 強い。でもこういう風にザコ処理多分ね、 X なんだよね。うん、基本的には。で、なんかボス戦に入ってなんか1段階目でなんかワンパンできたらいいねっていう雰囲気で。そうだね。で、ワンパン結構安定していくんだら普通にいいけどね。ね、ここに置いて。で、なんか俺なんかボス1で1段階目とかも打ってみたけど、ワンパンしなかったけど、もうラスゲーみたいな感じにはできるんで、あ、はいはい、まあ、全然一体採用はあるかなっていう感じ。まあ、本当 X がいるせいおかげでね、余裕があるからね。せいで。せいで。気持ちはわかる。マジ最強だから。そう。だいぶ余裕あるから。よし。またご処理は X に落下しちゃって、まあ、ここからボス削りか。なんかたまらないね、せいがやっぱり短縮系がないから。あー、確かに。ねえ、速殺つけてこれだもんね。まあ、大剣じゃ打っちゃってもいいかな。まあ、速殺は俺のあるから。うん。そしたらもう、2段階目までワンチャン食らったら、そういけるし、いいね。今のここの貫通枠の最近は多分ね、ヒアシンスだからね。そうっすね、ヒアシンスですね。あいつで友情バーって出してるのが強い。あいつランダム便利なんだよな、この中ボス抜けるのも。わかる。ね、超便利。こいつはそういうわけじゃないからね、きっちり割らなきゃいけないっていうね。あ、これ面倒だね。面倒。とりあえず雑魚処理してもらってって感じだね。うん、でもこいつのさ、友情コンボは便利なのにしたらいいかな。そうだね。なんか勝手に X 誘発してくれるからさ、触れなくても、したらくに触れれば。なんかフェローのやつね。そう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 、それはいいなぁと思った。地味にレアないね。4日で割れるわけないよ。スピードが足りないんかな。足りなすぎるよね。あ、ごめん、追ってなかった。うん、まあ、知らなかった。とりあえず踏んどくわ。パワー型だからな。しかも今ここで超過はいってないんで、そういう感じになっちゃってる。いや、ここグダルいいよ。俺もね、何回かやったんだけどね、
歩だったからこれはしょうがないと思う。こういうこと言っちゃう。歩だるんですよ。いや、まあ、この歩だった方がハマったから。ね。まあまあ。ナイス X。ナイス X。うん。これでなんかいい感じに削って、ボス1でぶっ放してワンパンできるかどうかな。そうだね。でも結局ワンパンキャラなんで、あれなんだよね。刺さってしまえばマジでもう、こいつしか勝たんやんってなるんだよな。まあそう、その可能性は常にあるって感じ。常にある。このモンストで常にある問題、うんうん、問題ではないけどなんか、可能性だよ。可能性。都合だから、ね、結局はこの、相手まとめにしよう、下力強くしたいからね。そうなんだよな。いいじゃん。うん。結構ね、倍率もらってんだよね。ランダム釣ったけど、最低でも10倍以上もらってるから、ねえ、もらってるよな。そう、もらってるから、本当に、まあ、めちゃくちゃ尖ってるから、うん、ワンチャンがあると本当に、そうって感じなんだよね。えらいよな、それだけで。可能性があるというのは。結構、そう、倍率もらって、しかも、狭いとはいえね、反撃できるんで、ね、そう。結構伸びちゃうよね、ダメージが。本当に最有弱点のやつには弱いっていうね。それなぁ。ここも都合だからさ。あの、下力も使ってもいいよっていう感じで、縦ラインにしてくれたり。ほんと、ちょっとずれてるだけで当たんないんだもん。まず作り手なんだよな。作り手がちゃんと、なんか、はめてくんないと、みたいな。そう。難しいキャラっすよね。いい感じの倍率はもらってるね。まあでも、全く倍率もらってないキャラよりは全然いいけど。そうですね。そう、全く倍率もらってないっすさ、マジで。可能性が。可能性がなくなっちゃうから。こいつはまだ可能性を秘めている。雑魚処理してくれなくてもというか、雑魚処理はむずいんで、こうしたるく触れて、こいつ誘発性能ボンじゃん、めちゃくちゃ偉い。わちゃんとね、友情出してくれるから、ね、偉い。弱点強化しないとさすがにね、飛ばせないんで、ね、弱点強化するとなんかね、100倍ぐらいになるんだよ。ここ悲しい気がある。そうあと中弱引かなきゃいけないっていう問題もある、はい、一番なんかダメージ出すにはここなんか弱点ごとに倍率違うんで、ね、そこもちょっと運要素になるかなっていう感じがするね。何気に魔族キラーだからネクロにも刺さるっていうか、どんなレベルだってもどうせお前は SSA しばかれるんで、よろしくなっても OK。 いい感じに削れてんじゃん。要素数カチンってなっちゃうけど、そう、まあ友情でちまちま削ってるよね。ある歩いちゃった。まあまあまあいいんじゃない、いいんじゃない。お、削れてる、いい感じの削り。知らないでくれ。知らない。ああ、いいんじゃないの。あとは魔族キラーで頑張ってくれっていう。お願いします。いけっかな。友情拾えばいけそうじゃね。いけるこれで魔族キラーだからネクロンで通ってダメージが、いや、おい、待てよ。そのいや、いけんじゃない？いけ。OKOKOK。あぶねえ。超パワーじゃねえからさ、俺の。伸びないね、スピードが。あ、これ整えて、辛さのエッセンスで。GG しましょう。ああ、できそうじゃない。あいつだけ芝居でパネル乗せとくか。そうだね、パネルだけ乗せといてもらえれば。そうね。ああ、いいんじゃない？おこれ見れるのか？でもしっかり割らないとね。そうだね。まぁ、あ、X 動かせば大丈夫か。うまく動かせば。これ楽しみだな。あ、勝ちだし、OK、X 動かせる。ちなみに、最初に触れた時ね。了解。ちょっとうざくて。ちょっとうざいな。ちょっとうざいけど、まあ、勝ちまでやれるのは、まあ別にいい感はある。そう。さ、僕、ヒーローまあ、どうにかなりそうだ。うん、下弱だね、今回。割れた。下弱で、2段階動画ツオー、いったね。あ、いった。強いわ。でも2段目はなんか結構無条件感ね。あるね、これ。うん、2段階目は無条件。多分ね、1段階目だとね、足りなかったんだよね。うん、この前言った時に。はい。強い。はい、あともう1個、表28ね。いや、マジでね、左右弱点刺さんないですよね、SS。うんうん。一応確かめて。そうね。実際刺さんなかったらやっぱ使いにくいはあるよね、ここで。いや、使えないっすね。そうだよね。正直。
穴埋めキャラにもちょっとならないかな、今の環境だったらっていう感じがしちゃう。だからもうちょい砂繰り強いの入れたりとかした方がいいんだよね。友情強いとか。そう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 。結構ね、SS 命感あるからね、このキャラは。間違いない。アンチブロックでしたわ。まさむねアンチブロックでしたわ。よくないですね。よくないですね。まあまあ、一旦ね。ちゃんとギミック適正なんで。まさむね強くねえか。いなくなっちゃった。あれだ。ファーストキラーに。入ったからか。で、って言ったもんか。出てたわ。え？ワンチブロックしたから。ドラゴンキラーか。つれ。まあいいや、抜けられたから。中央弱点のやつにはなぁ、刺さるんだもんね。そうね。あとやっぱ判定判定とか、ちっちゃいやつ。そうそう。たくさん拾うよね。ベリアルとかマジちっちゃいからね。だからいいんだよな。うまく作ったよね、だから。ね、倍率上げる代わりにかなりちょっと絞りましたよ、みたいな。そうそうそう。そう、上手な作り方はしてると思う。あまりにも強すぎて無双しちゃうとね。そう、いろんなとこ破壊しちゃうから、みたいなさ。そう、うまい具合に作ってんだもん。すっごい中入っちゃったけど。なんか食べられちゃったけど。食べられちまいましたが。強すぎ、強すぎます。だからこいつならショットスキルずるいんだって。ショットスキルやってる。まあパワー型って感じですね。そうですね。本当に SS はでも当てやすい部類なんだよな。そう、SS はやっぱ、ね、最近部類だとは思うんだけど。マジ今後に期待したいけど、火属性って意外とワンパンキャラ多いじゃん。そうなんだよね、意外と。今年だとイタドリとか、ね、イタドリ強いもんね。帰ってきて、倍率もいいし。そう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 。まあ、ただ動けないからね。うん、もう火はうまくだからワンパンキャラ作ってる。たくさん、そう、そう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 、差別化されて、そう、差別化してる。ナイス、いいじゃん、ストルク今の。もうこいつもおバカさん。おバカすぎる。おバカすぎる。原則対応しなくてこれだから。今の28ってどういうパーティーでやってる人が多いんだろうね。マサムネかな、やっぱり。マサムネ楽なんじゃない？これ見てるとそう感じるよね。結局コナミなんじゃないかな。あ、コナミか。うん。コナミは強いね、確かに。は楽だからね。ああ、確かに確かに。まめっちゃ抜けんのむずいじゃん。おお。適当に友情で解けるか。まさかねだったら。ああ、もう強いわ。あ、いい、めっちゃいい残しやん。いい削りです。まさかね当たりゃいいもんな。ね。であとはなんかシュタルクで。怖い怖い。これ超パワー、超パワーにしてる俺。あ、超パワーか。はいはい。で、SS が一段階目になってる。そうだな。そうだね。あ、普通にいく。あ、今、まさむねの今、アシストスキル発動したよ。ね。ボスマップで3ターンか。あ、なんか初めてこれ役立ったの見たんだけど。え、初めて見なかった。俺は初めて見た。あ、なるほどね。まさむねとの合わせがベストかもしれません。実はこれはもう辛さの2段階目を抜かせようかな。そうっすね。揃えて、あ、揃えなくてもいいんだよな、これ当たってみたから。うん、そうだね。降臨やってあげる。お、頑張ってる頑張ってる。捨てはいいんだよな、4万ですよね、これ。逆敵だかも。これ適当に暇潰しといて。ナイス、暇潰し。で、これもシュタルクネにしてもらおうか。リパネ踏んで、みたいな感じ。届くか。うん、届くんじゃない。さすがに SS で自強化もあるんで。ナイス、強っ。リパネ、ダブリ、強。これで、ああ、拾ってないね、やっぱり。うん、弱点エフェクトがもう出てないんで、うん、こういう左右やつにはね、当たんないんだよね。なるほどね。いや、使いにくいところはあるな、やっぱり。そう。だからやっぱり、あの、試練の8専用機かなっていう感じは、うん、うん、うん。やっぱするよね。はい、ということで、シュタルク使っていきました。
ほんと試練8の特攻キャラ。うんうん。っていう感じ。うん。試練8ほんと困ってる人はなのかな。もっといたら役に立つかもね。そうっすね。うん。やっぱワンパン自体はそんな難しいもんでもなかったし、やっぱり。簡単だよね。うん。割ってなんかただドーンってやるだけなんで。そうっすね。ベストなのが X2 のヒアシンス、シュタレクな気がするけど。そうだね。それだとだいぶ速さも担保されて。あ、そうだよね。すごいいいんじゃないかな。一段目でも、一段目は溜まりそうだよね、頑張れば。そうですね。うん。大賢者とかも使えばなんか。うん。だって溜まるか。あ、溜まる？振り返しが出てくるから。うん。まあ、それでなんかワンパン狙っていくと、なんか、早くクリアしたいって人はシュタレクいいかもね、もしかしたら。そうですね。ちょっとランダムは入っちゃうけど。はい。でも、まあ、未来的な話するとやっぱ、うん、狭くはあるね。さっきもちょっと言ったけど。魔族、相手が魔族で、下弱、真ん中弱。どっちか持ってる。これだいぶ狭いね、うんうん。だけど可能性がないわけじゃないっていうね。そう。それが出ちゃったら、シュタルクしか型になるからね、一応。そうなんだよね。だからそこをどう、汲み取るかみたいな人によって、うん、価値は変わるんじゃないかなとは思ってます。今のところまだ可能性があるだけ俺は、まあ、いいなとは思ってる。なるほど、なるほど。はい。ワンパン能力は優れてるんで。そうですね。倍率的にね。はい。ってな感じで、今回は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。